感能小説を書く女の子は嫌いですかは、立川光彦による日本のライトノベル。イラストは奈が担当。電撃文庫より2010年8月から刊行されている。電撃文庫マガジンに掲載され好評だった短編が書室である。高校2年になった、主人公である新一のもとに幼馴染みである月が来た。しかし、月には、将来は、 官能小説家になるという夢まであった。ところが、月は父親との官能小説を書くなら他校で卒業まで、誰にも自分が女性であることがバレないようにするという約束によって、新一の学校に通う時は断層をして通わなければならないことになり、新一は月のことが色々な人にバレそうにならないように日々、奮闘することになる。 電撃文庫館官能小説を書く女の子は嫌いですか ?2010 年8月10日 ISBN978 から4から04から86万8766から9官能小説を書く女の子は嫌いですか未2010年11月10日 ISBN978 から4から04から87万59から 7関能小説を書く女の子は嫌いですか ?3 2011年3月10日 ISBN 978から4から04から87万377から2関能小説を書く女の子は嫌いですか ?4 2011年7月10日 ISBN 978から4から04から87万593から6関能小説を書く女の子は嫌いですか ご2011年11月10日 ISBN978 から4から04から886085から7ありがとうございます。